脳卒ネーションスーパーボーイン、今夜暇？どうも、元海軍大将青木地だ。今日もな、胸のトレーニングやっていこうと思う。今日やるのはダンベルフライ。胸のこの広がりを作るトレーニング。でもこれを見ながらお前たちも一緒にやっていこう。まず寝転がったら手の甲は外側、両手のひらが内側に向くようにして、肘の角度は90度、よりちょっと広げる。はい、このぐらい。で、しっかり肩甲骨を寄せて、これでは。で、床と拳の位置、腕と拳の位置が平行ぐらいになったところからスタート。で、この時に、上でダンベル同士つけない。つけちゃうと、胸の力が出ちゃうから、つけない。まあ、肩の上ぐらいまで寝て、ゆっくり。この時に腕伸ばしすぎない。これ故障の原因だ。90よりちょっと広げたところをすぐにキープしながら、さあ、じゃあまず1セット目。さあ気合入れていくのかな。よーい、3、息を吐きながら上げて、下げながら吸い、吐きながら上げて吸いながら、常に胸を張った状態をキープして、I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God, they all let me down. I always find just a way to cry. Oh, yeah.これで2分休憩。よし。この辺がね、すごい熱くなったら OK です。これ肩とかが上がりすぎちゃうと背中に入ら、胸に入らなくなっちゃう。でもこれが寝てる状態だとすると、肩上がらないように、しっかりと肩甲骨を下げたらいいんだよ。で、例えばこれ、まあ、家とかでやる場合は、このダンベルがね、ペットボトルとかでもいいし、うん、女性の人とかね、特にダンベルじゃ多分まだあんまりできないと思う。うん、で、この間にしっかり、水分補給を必ずすること。体の水分が 2% でも抜けちゃうと、ちょっと、ね、いいパフォーマンスができないんだって思うから、この筋トレの向こうにマッチョがあるから筋トレがある、筋トレがあるからマッチョがある、卵が先か人が先か。元海軍大将 Z はこの問題に答えを出した。マッチョが消えればジムが消える。単純な話で、まあ、これは海軍を辞めた身だが、この行く末を見届けようと。けど、見せてもらった。さあ、切り替える。いくぞ。じゃあ、さっき言ったことをもう一回。よーい、
I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only 1%, I'm gonna take shots if I miss. Hey, okay. Yeah. じゃあまた休憩。はい、セーシ。はい、セーシ。よしよし。まあ、あとね、よくたまにあるけど筋トレのモチベーションが続きません、どうすればいいですかってことよくコメントに来るんだけど、馬が言っちゃいけねえよ。常に自分が思いがける最強の自分を想像する。自分が想像できることって必ず実現できるから、うん、常に最強の自分を、最高の自分を想像しながら、それを筋トレのモチベーションにしていくと。まあ何でもいいんだよね、まあ怒りだとか、怒りでもいいし楽しみでもいいし、なんかね、そういう筋トレの何でもいいから自分のエンジンになるようなものを必ず持てると、続くんじゃないかなと思う。あとはね、しっかりとフォーム、しっかりとしたフォームでやらないとどうしても結果が、出るのが先延ばしになっちゃうから、そうするとなかなか結果出ないで結局やめちゃう。それをしっかり、ちょっとだらけ切らずに燃え上がる精神、片付きのことばかり徹底的な精神やらないといけないな。じゃあもうちょっと聞いて。海は見てい。さあ、じゃあラスト3セット目頑張れよ。3セット目が一番きつい、でも絶対妥協しない。はい、どうぞ。はい、1、4秒でも今のは見なかったかもしれない。よし、さあどうだ、だいぶここに聞いたんじゃないか。じゃあこれしっかり、あとは、飯を食って、しっかりクソして寝ろ。分かった。まあ、じゃあこの筋トレの動画でクロコダイル討伐の件チャラにしてもらおうじゃないの。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。テザーのメイク。